サンクス先生のファッションビジネスの授業です。これだけは知っていて欲しいアパレル業界のノウハウを惜しみなくお伝えしています。はい、こんにちは。はい、今日はですね、貸切バスの事業からの新業態ということでお話しさせていただきます。はい、これはですね、実際に、存在する、会社のお話なんですけれども、現在のこの貸切バスの、会社はですね、ターゲット、はですね、国内の、団体の旅行客なんですね。で、他社との差別化ポイントは、あらゆる観光地地域への行き方や交通事情に精通したドライバーさんが多く持っているということが、強みなんですね。ただしですね、貸切バスの業界の営業利益の推移を見てみますと、2014年から2021年なんですけれども、2020年から21年にかけてですね、21年ではですね、マイナス236億円ということで、貸切バス業界の収支額というのはですね、マイナスになっているというのが、現状です。だから右肩下がりになっているのが現状なんですね。はい、そこでですね、ソート分析を、しました。はい、まず内部環境のですね、強みはですね、ドライバー人材の確保ということが強みになりますよね。で、これはまあいわゆる、まあ、採用とかですね、教育費用が不要になるということで、ここも強みになるのではないかと。それと営業エリアの交通事情に精通しているということで、これも調査費用ですね。まあ新しい、新業態をやるにしても、調査費用が不要になるというメリットがあります。ですから、経営的に言いますと、経費率の削減ができる。それが、他の会社と比較して強みになるということです。はい、それとですね、内部環境の弱みとしては、旅行会社の請負いが多く、自社企画が少ないということなんですね。これはまあ貸切バスなんで、旅行会社からの、貸してくださいと言われたらそれで貸し出すというような請負いが多いということですね。まあアパレル業界でもありますように、自社製品でなくてセレクトショップとかは原価率が高いですよね。ということで、粗利率のダウンというのが弱みになります。で、もう一つが、ターゲットの国内の団体客が減少傾向ということで、これがですね、まあ、売上ダウンということにつながるんではないかなということを感じてます。はい、続きましてですね、外部環境、チャンスですね、機会なんですけども、プラス面ですね、は、訪日外国人の増加、それと Z 世代に体験型消費の傾向がある、ということ、それと日帰り体験旅行が人気ですということ、次にエンタメ業界が伸びてるということ、それと推し活ファンの増加、それと、社会貢献活動の顧客の信頼度が高まっているよということですね。これは、まあ長期的に見ればですね、そのお客さんとの信頼ができて売上アップにつながるということですね。ですから今挙げた部分、みんな売上アップ、になるチャンスがあるんではないかなというふうに感じています。はい、逆にですね、外部環境脅威ですね、ピンチについては、貸切バス業界の営業利益ダウン傾向があるということですね。ですから、まあ、これは営業利益のダウンにつながるということ、それとカーシェアリングサービスの台頭ということで、これも売上ダウンの傾向ですね。で、あと、鉄道の駅周辺のみが人が集中しているという社会問題が起きています。はい、それでですね、業務改善の新業態開発なんですけれども、新規バス事業から、どのような新業態を作ったらいいかということを考えるときに、まあ、一つはタクシーですね。
一つは、自動車学校、まあそういうことも考えられますが、今回挙げたのが観光バス授業です。はい、そのですね、業務改善のポイントなんですけれども、まず顧客ターゲットを見直しということで、団体旅行から都心のちょっとブラッとショッピングに行こうというような感じの、個人旅行といいますか、そういうこと人を狙おうということで、他者との差別化ポイントなんですが、開放的なオープンデッキバスを導入して、自社企画で粗利率をアップさせるということが、業務改善のポイントとなります。はい、それでですね、アクション提案の一つ目なんですけれども、オープンデッキバスなんで屋根がないバスで、東京観光ということで、これは、外部機会の、外部環境の機会、チャンスでもありましたように、Z 世代に、体験型消費の傾向があるということと、訪日外国人の増加ということで、体験型消費というのを促そうと思っています。少し具体的に言うと、大人2000円、約50分コースぐらいで、まあ、値段もリーズナブルにして、普段見られない高い角度からオープンデッキバスですから、見られるということで、まあ、スリルがありますよね。まあ、それで、日本橋とか銀座とか国会議事堂とか警察庁とか最高裁判所とか大手門とかですね、そういうような、お江戸東京コースみたいなね、コースを作って、50分ぐらいで回るというようなコースです。またですね、春限定コースとかも作って、季節ごとに限定コースがあって、推し活ファンを増やすということも目的、それと、顧客の再来店の頻度をアップさせて購買客数の増加で売上アップにつなげるというような戦略です。その他ですね、屋根がないバスでできることを考えてみると、キーワードとしては日帰り体験旅行なんていいんじゃないかなと思います。それは、家族をターゲットに加えるということで、購買客数を、増加させて売上アップにつなげたいんですが、関係者以外の立ち入り禁止の成田空港内を走るコース、それで空港内で降りて写真撮影をするとかですね、まあそういったことも考えられると思います。はい、もう一つのキーワードがアミューズメントです。はい、でアイデアとしては、このバスをですね、走らせて街をディズニーランド化する。まあディズニーランドといえば、なんかパレードですよね。でこれオープンカー、以前はオープンカーだったんですけれども、お客さんが乗らなくても楽しめるですね、パレードというのを、開けるなということです。それは何かというと、例えばサッカーのワールドカップで、選手が日本に帰国して、それで、まあ頑張ったということでパレードを行うとかですね、オリンピック選手のメダリストが、その、オープンデッキバスに乗ってですね、パレードするとかいうのも一つですね、利用法だと思うんです。はい、2つ目がですね、迫力のあるアトラクションということで、これ実際にねあるんですけれども、横浜の方にですね、スカイダックっていうバスがあります。はい、これはですね、水陸両用のバスなんですね。迫力があります。陸を走りながらですね、港ハイカラコースって言いまして、横浜の赤レンガ倉庫とかですね、その辺の周辺なんですけれども、横浜市の開港記念会館とかですね、その辺の周辺を走るって、海の中に入って水路と陸路を走るというようなバスを開発したということなんですね。これは運転手はバスの免許の他に、船舶
の免許、これ2つの免許が必要なんですね。それで、海上自衛隊の方が転職するケースもあるらしいんですね。で、あと水上ではシートベルトを外してください。で、片手で手を振ってください。両手じゃなくてね、これ両手で振ると SOS になるらしいんですね。まあそんな違いとかも体験しながら、楽しんでもらうというような感じです。で、その他のアイデアなんですけども、観光バスを走るビアガーデンとかですね、1日乗り放題のですね、3800円の券、円で専用のバス停があって、好きなところで何回でも乗車したり下車したりできると、はい、いうようなことも考えられるのかなというふうに思います。まあこれは実際、スカイツリーの周辺でね、回ってるバスなんですけれども、路面バスに乗った感覚で観光地を巡ることができるということで、浅草 とかですね、スカイツリーとかその辺でこう観光地でですね行く、コースがあってバスが何台も走ってるんですね。周遊してて、それ乗り放題、乗って下車して乗って下車してできるというようなことも、考えられるんではないかなと思います。はい、実際ですね、こういうことをやってる会社はあるんですけれども、まあ、その会社が曰くですね、ファンの開拓がこれから課題やということで、現在は横浜市から走る顧客、来るですね、お客さんが多いんですけれども、45歳から54歳が中心で、それから、まあ、これからですね、20代、30代のお客さんを増やしていき、まあ、横浜以外の都市からですね、来ていただく方もですね、増やさないといけないというのが、課題だということです。はい、次のキーワードがですね、社会貢献です。で、外部環境ですね、の機会、チャンスのところで、社会貢献活動により顧客の信頼度が高まるということと、あと鉄道駅周辺のみが人が集中しているということが挙げられました。で、顧客の信頼を獲得することで、まあ、長期的にお客さん数を増やしていきたいということでですね、無料巡回バスということで、無料でお客さんを乗せるアイデアですね。で、社会貢献はできないかと。で、これ、ここやられている社長さんが言われてます。デパートでですね、お客さんがエレベーターとかエスカレーターにお金払わないでしょうと。で、このエリアをデパートとすればですね、巡回バスっていうのはエレベーターなんですと。ですので、このエリアを盛り上げようということに共感していただける、地域の企業もしくはですね、スポンサーになってもらってお金出し合って運行するというようなケースができないかということなんですね。これは非常に画期的であって、まあ、考え方としてはですね、固定したお金ですね、売上が毎月入ってくるんで、企業からですね、はい、B2B なんでね。で、黒字にコントロールすることができるモデルということなんですね。で、テーマが社会貢献なんで、まあ、以前は人の流れが鉄道周辺、駅周辺だけしかなかったんですけれども、それを、そこからですね、地域全体の人の流れを作るというような、ことがです、課題にもありましたので、まあ、そういうところで、地元の企業にお金を出してもらって、まあ、乗る人は無料ということで、非常に乗る人は喜んでくれてると。それがですね、まあ、東京駅の周辺、丸の内のオフィス街でですね、まあ、企業が多いんでね、お金出してくれるところもあるんで、で、社員がですね、中心で利用しているということで、会社がある場所に停留所を置いたりするんですね。それでアプリの到着時間が分かる、アプリで、バスの到着時間が分かるように、まあ、リアルタイムで分かるようにするというような工夫であるとか、あと八重洲側ではですね、ショッピングのお客さんが多いんで、百貨店やショッピングセンターの商業施設を中心にですね、停留所を設置して、まあ、ここですね、商業船の店舗数はもう20年で3倍になってるようなんですね。はい、まあ、そういったことがですね、
まあこの新業態ではですね考えれるんではないかなと思います。はい、最後なんですけど、これが、まあ、あの外部環境のピンチ脅威となってたのがカーシェアリングのサービスの台頭ということで あったんですね。でこのカーシェアリングっていうのは人件費がなくて、まあ、経営率ダウンにができて確実に営業利益がアップできるビジネスモデルなんで、まあ、そういうところで、まあ、それを参考にしてですね、考えれないかということで地方でですねバスを貸し出す事業を しようということですね。使ってないですね、使用していない屋根がない時期にですね屋根がないバスを、まあ、効率的に活用しようということで、貸し出すバスを貸し出す事業を行おうということなんですね。これで、雪の壁ができる富山アルペンルートであったり、青森のね、まあすごい清流の流れる川沿いをとかを走ったりですね、まあ、そういったことを、旅行会社とですね、バス会社にですね、提携しましてね、まあ、これはなぜバス会社かというのは運転手さんを出してもらわないといけないんで、まあこちらの、まあ、貸し切りバスの会社はですね、そのオープンのバスを貸し出すだけなんでね、はい、まあそういったことをですね B2B の、 活動を行って、営業利益を改善しようじゃないかというようなことです。はい、以上ですね、貸し切りバスの業界がすごい悪くなった時に、まあ、新業態で営業利益を上げようということで自分のですね会社の強みを生かして、まあ、新業態新しい業態を作っていこうというような参考例になればいいなということで今日は、説明させていただきました。どうもありがとうございました。今回の授業はこれでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございました。次回の授業でまたお会いできることを楽しみにしています。いいねボタンとメンバー登録もよろしくお願いします。ではまたお元気で、さようなら。